どうもズータンです。本殿ベンチよー、本日もやっていくんですけれども、前回ですね、車椅子三銃士のヘルスさんとコラボさせていただきまして、その、まあ、第2回目ということで、今回はですね、車椅子に実際に乗らせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。今これは結構病院とかで見る、そう多分普通のやつなのかな、そう。これも足の手術後に、まあ、ちょっとだけ乗ってた時あったんだけど、言うて1ヶ月も多分乗ってたか乗ってないかくらいだから、久々だからちょっと乗り方とかもね、いろいろ教えていただいたり、あといろんな車椅子のその種類だとかもあるみたいなので、ぜひ紹介していただこうかなと思います。はい、やっていきましょう。はい、本日もどうぞ。じゃあ引き続きマシューさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。自分が今乗ってるのが多分普通の病院とかにも置いてある車椅子ですかね。そうです、ね。はい、病院とか介護施設とか、うん、公共施設の貸し出し車椅子もこれ、あ、これちなみに15キロ近くあります。これでもそうなんだ。だから私一人じゃ絶対車から踏んだりこう下ろしたりできないので、これ私10年近く乗ってたんですけど、まあ、家族の付き添いとかもあって一人では行動しなかったからこれで良かったんですけど、今一人で行動するようになって、こちら隣に私が今乗ってる車椅子が OX の車椅子、これはね、ミキって書いてあるんですけど、OX の車椅子だとこの車椅子で11キロ、でも10キロ超えちゃうんですね。私はさらに松葉杖を立てるように、スタンドがついてるので、その分も重くなってます。後ろにね、カップが2つついてます。この辺か。あ、なるほど。これでまた重さが増しちゃうんですね。そうです、松葉杖分の重さ。松葉杖使うからね、うん、松葉杖の重さってすごい重いですよね。うん、意外と重いですよね。ロクストランド杖って言って、はい、あ、ここにね、はい、使ってましたね、最初は。 あれの方が軽いです。あれの方が軽い。そうそう、松葉杖って本当になんかゴムの部分もあったりして重いんですけど、それを2つ乗っけると結構な重さになります。今からこっちの軽い方に乗り換えてもらおうかなって思います。 ありがとうございます。はい、おー、全然違うわ。全然ちゃうよ。まず軽い、普通に軽い。スーって進むね。そう、スーっていく。ブレーキつけないで離しててもこっちは平らなとこだったら決して進まないんですけど、はい、こっちは軽いから、確かになんか進む時は進みます。あ、もうね、うん、なんかスーって全然ちゃうわ。全然ちゃうよこれ、マジで。うわ、はい、ありがとうございます。全然ちゃうわこれ。へー、軽いよ。1回のこの運がすごい進んでるね。そうやっぱこれでもうなんかね、すごい。なんかしかもね、このなんか結構グッて入れるじゃん、うんうんうん、軽くて前輪がちょっと今浮いたの、ほらほら、あ、危ないね。確かにほらちょっと浮いちゃう。だからあんまりこうガンガンやりすぎても多分危ないと思う。軽くて慣れないうちは怖いね。そう、確かに段差これ危ないわ。ちょっとのあれで後ろマジでひっくり返る。軽くて確かにね、うん、段差とか坂とかね、そう上り坂とか怖いね。これ調子乗ったらダメだね。調子乗んないよね。マジでダメ。これダメだわ。軽くて前輪こうガッてやると浮きますね。前輪、あ、そうなんです。すぐ前輪浮いちゃって、かつビルに後ろにもちっちゃいタイヤついてるんですねっていう、あれが転倒防止の、はい、やつなんだ。ちなみにこれにも付いてたんですけど、私必要ないと思って取っちゃってた。ちょっとでも軽くするために、はい、私ね、酔っ払って倒れたことある。そうなんですね。上り坂も普通に正面からやっぱ上りますか？上りは正面で、下りが急な時は後ろから下りたいんですけど、それはやっぱり誰かが行った上で下った方が、こんな感じで行ったりする。そういう手もあります。私渋谷のあの急な坂どうしてたっけ？途中でそう。スキーみたいに。そうスキーみたいに。気をつけた方が。急だから。坂結構急ですね、あそこの。こっちはねパタパタ上げられるんだけど、これはパタパタできないんです。このまま乗るしかない。あ、それはちょっと不便。
感じですか？でも慣れましたね。へえ。立ち上がる時だけ気をつければいいだけで。なんでですかね？何かこれね、外して折りたたんでもらうと、ああ、すごい。なる。ああ、本当だ。すごい。本当だ。多分軽くするし、小さくするのにあたって、これがその分長くなったりするから。すごい。タイプの車椅子っていうのかな、これなんかこういうやつは多いです。これが。これにも乗ってみてください。ありがとうございます。はい、そうですね。ここ大きいですね。じゃあこういう風に乗り降りする。こちらからどうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。はい、おお。おー、すげえ、マジだ。はい、ここに、1,2,3,4 段階あって、これが一番ゆっくりです。あ、スピードがここで。スピードも選べるっていうか、変えられるんですね。あ、今だいぶ。あ、なるほど、そういうことか。うわ、これもうさ、ちょっともう、違うよ。これもうないか。そうそう、ああ、早いわ早いわ早いわ、ガチやん。え、超早いよこれ。ちょっと電車間に合わないなと思って。うわ、これは怖いよ。でも離したらすぐ止まる感じ。バックとかは手前に引くのかな。確かにこれならちょっとした段差もやっぱスピードがあるからダンっていけるのかもしれない。見て、Uターンもこんなすごいね。すごいすごい、めっちゃすごい。これこれがさっきの話だとね、50キロぐらいあるらしいから全部ね。これめっちゃ重いよ、やっぱちゃんとしてるし。トークの時も説明、ね、そうしていただいたけど、このロールがこの、そうそうそう、これがあるから、うん、このこっちにも曲がれるし、こういけるしね。なんかね、タイヤ回ってないように見える。やっぱ見える。下だけね、本当は回ってるんだけど、本当だね、スムーズすぎて。本当だ、なんか滑らせてるようにしか。確かに確かに。すごい、だから摩擦で動いてるのかと思ったら。すごいね。1がこれだ。だいぶ1これです、ね、ゆっくりめ。だいぶゆっくり。1とか普段ね、慣れてる人使うのかな。ね、確かに。やりました。やりました。やりました。スピード1を普段使うことはありますか？エレベーター乗るとき。ああ、なるほど。すごい微妙なテクニックだった。なるほど。人と歩幅合わせる。4が多いですか？基本4が多いですけど、そこで右のレバーで時速もある程度調節できるようになるので、はい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 、基本でゆっくり進むみたいなこともやっています。そうなんですね。段差とかもじゃあもうすんなりいけたりするんですか？それ5センチまでいけるんだっけ。結構5センチまでいける。じゃあ10度もできます。あ、それだったら確かにね。だから相当いけちゃうよねって。乗っててそうなんですね。センチに近くいけない。まあそうなんですね。だからその考え方、うん、あとちょっとの方にみたいな。そうなんですよ。この手動の車椅子だと、ここをね、あのどなたかに押していただくと、その7センチもいけるんですけど、ビルいけないので。そうですね、確かに。手の部分がないんですね。ないんです。なので、あのお兄様のお友達にお願いします。ビルの C タイプ、これが C タイプです。違いを。スピードのコントローラーが左についてたから、はいはい、右側について、まあ、あのコントローラーも一緒についてるから、片脇の人たちでも、あ、なるほど、片方だけで左にも移動できますし、まあ、ほとんどあの使い勝手は変わらないので、へ、ここだけ体験していただければ。ここあと持っても大丈夫なんですよ。普通の車椅子はここ乗っちゃうとギャーンってなるんです。そこ立たれてて大丈夫か。確かに確かに。そう、ビルがここに立っても大丈夫なんです。それが売りでもあるかもしれない。そうなんです、うん、ちょっとデートしてきて。デートしましょう。そうよ。お願いします。ゆっくり行った。ゆっくり行きましょう。はい、終わ、はい、ります。ビルデート、ビルデートです。遅っ。遅い。遅い。これ1でしたっけ。これ1。これ1。1はなかなかゆっくり、まあ、たっぷり喋れますね。たっぷり喋れる、ね。デートにはいいのか。いただきます。はい。
い。おい。あーら。フォーメーションみたいになってますね。すごいダンスダンス。新芽で。行きます。スピードもやっぱ同じなんですね、基本。そうですね。デートできたわ。いいね。ありがとう。贅沢だよ。ありがとうございます。どうも、なおたろです。なおたろも乗らせていただいてます。はい、お、すごい。すごいよね。あ、じゃあデートして。デート。デート、デート。気持ちいいですね。ですね。下手くそじゃん。会話です。今日はいい天気ですね。今日暑いですね。暑いですね、今日。じゃあ、Uターンを。息は合うのか。もう来いよ。おー、すごい。あー、これしんどいわ。指導も大変だ。すごいですね。夏なんて大変ですよね、指導は。もう本当に思った。これは確かに腕筋が必要だ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当に貴重な経験ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。いえいえいえ、またあの機会がありましたら、ぜひコラボなどイベントなどで共演させていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ペグスさんでした。チャンネル登録お願いします。お願いします。またね。